青井さん、今日は小鳥がいないけども、いつも通り海に行きますよ。行こう。元気よく。ビビゴ。ビビゴ。というわけで、小鳥がいない夜、私たちはこれからいつも通り車中泊で海に行こうと思います。到着しました。いつもの一宮ビーチです。もう僕はここのポイント大好きなんでね、また到着ですけども、今夜はなんと関東地方梅雨明けて、ものすごい猛暑の日々が続いてますが、初めて熱帯夜の夜ビーチで車中泊してみたいと思います。今気温はですね25度です。時刻は11時。というわけで飲みましょう。今夜のベッド準備できました。今向こうで青が寝てます。小鳥がいないだけですごく広いよ、寂しいよってことはなく、まあ僕らは僕らで乾杯をしましょう。今夜はハイボールや、良い週末になりますように。時刻は1時、潮騒がやばいです。風がかなり涼しい、全然湿度もない。熱帯夜の夜を体験しに来たつもりなのですが、東京よりも山下圧倒的に涼しくて快適です。明日は朝一から海に入りたいと思います。 Here we go、 酔っ払った Here we go。 それでは皆さん、 Good night。 ジョー、ジョー、ジョー、Everybody ジョー。おはようございます。いい波です。やっほー、早起きは三毛の徳。行きましょう、海入ってくんね俺。1ラウンド終了しました。海はこんな感じです。波なくなっちゃったよー。デレレレー。おはよう、君は何時に起きたんだい。嘘つけ。車では朝飯を作ってもらってます。マフィンを焼いてます。もう夏ですね、夏日。さあこのように朝飯の準備が着々と進んでおります。ヘイ、海入ろうぜ青。なんでバカじゃないのお前、海に来て海入んないって、プール来てプール入んないのと一緒だよ。おい、にゃろめ。でん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 。これ何ご飯ですか、母ちゃん。ハムエッグマフィンです。ハムエッグマフィン、おいしいやお。おいしい、yeah. ナイス朝ごはん、海を見ながらナイス朝ごはん、いいですね、幸せです。いやいや、おいしいね、おいしい、yeah. さあそれでは母ちゃんが作ってくれたご飯を食べたいと思います。いただきます。うまい。さあじゃあ2ラウンド目行ってみましょうか。うねりは少しねまた増えてきましたね。風はサイドン。妻も海に入ります。今ブラジャーをつけるところです。ビキニを装着中です。45歳のサービスショット。モザイクは粗めにかけておきます。では2ラウンド目行ってみましょうか。頑張ります。ランチタイムです。ランチタイムは焼きそばインザハウス。トリスキッチンじゃなくてごめんなさい、おばちゃんのキッチンで。おばちゃんのキッチンです。小鳥はいないのです。今日はちょっと風がね
強くなってきましたけども、まあまだ波はブレイクしているので少し遊べてます。小鳥はいないです、寂しい。でも海だからいいよ。ランチタイム。さて、母ちゃんの焼きそば完成です。美味しそう。そして葵が食べてます。葵さん、美味しい？うん、じゃあ君が食べてるのは何だい？それはバカじゃないね。てってれー、俺の焼きそば。母ちゃんサンキュー。海のバックに食べるぜ。Here we go。 いただきます。ごちそうさまでした。焼きそば美味しかったです。さて、今日はビキニちゃんが多いです。夏ですね。1ヶ月前まではほとんど人いなかったのに、お尻にタトゥーが入ったセクシーなママです。なかなか活かしてます。さあ、時刻は2時半。ちょっと早いんだけども、今日はもう帰ります。なぜなら松戸花火大会があるからです。すごい楽しかった。やっぱ夏はこうじゃないかね。めっちゃ日焼けです。めっちゃ日焼けですね。帰ります。よし、上海上がりました。今日はそのまま白子温泉入ってそのまま帰りましょう。Here we go。 夏休みって感じ。ホテルかなパリ。かなり久しぶりです。ここも日帰り温泉入れてくれます。行ってみましょう。露天風呂もあったんじゃない？あ、そうだよね。え、あ、そうだ。でも入ったことない。入ったことない。さあ、金あぱりは上にお風呂があるので、上が100階です。さらにですね、露天風呂もあります。露天風呂は1階、僕たちが行くのは展望風呂。さあ、ここのお風呂もまた景色やばっす。でれー、オーシャンビュー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 。これ見ながら風呂入れるんですよ。しかも白子温泉です。最高。いい湯でした、いい湯でした、いい湯でした。ここは休憩所。ここがね、そんでね、景色がまたね、逆サイド、お風呂の逆サイドになります。やばい。地平線全貌やばい。高い建物がまるでないです。いいね。いい湯だった。じゃあシュワシュワ飲んでみてください。青い目、ジュースこぼしやがった。すいません、ありがとうございます。あー、やばい、予定より相当遅れてしまいました。てってれってれ、青です。こんばんは。なんということでしょう、大渋滞にはまってます。それはなぜかというと、松戸花火大会があるからです。見事に混んでおります。めっちゃ混んでる。混んでない。ナイス夕焼けです。 Dude, that father is 10 men permed.